ちはだかるというルーティンワークのループさ。喜びだけじゃなく苦しみも組に変えて、食べさえば身も心もきっと今の僕を超えれるはずで、心地の良さに負けて抜け出せなくなった後で過ちに気づくのさ。何度生まれ変わっても良かったと誇れるような生き方をしていたいよな。